ようこそ破滅の章の特等席。その声、ドクター・バイルか。あのラグナロクの攻撃の中で生きていたのか。生きていた？違うな、死ねなかったんだよ。なんだと？ダークエルフによるレプリロイドの支配とイレギュラーの抹殺、後に妖精戦争と呼ばれる争いを起こしたわしは、妖精戦争が終わった時に当時の人間どもの手である改造を施された。わしの記憶の全てをプログラムデータに変換し、年老いたわしの体とともに再生機能を持ったこのアーマーに押し込みおった。これがどういうことかわかるか？年を取り、わしの体が傷つくとこのアーマーがすぐに再生させる。戦争の後の光も自然も何もない世界で死ぬことすら許されず、永遠に苦しみの中で生き続ける呪いをかけ、人間どもはわしをネオ・アルカディアから追放したのだよ。それでこんなくだらん作戦を企てたのか。人間たちに復讐するために。復讐などではない。このわしが人間やレプリロイドどもにふさわしい世界を築いてやると言ってるのだ。レプリロイドの支配など生ぬるい。人間の抹殺など一瞬の苦しみでしかない。生かさず殺さず、わしと共に永遠に苦しみの歴史の中を歩き続けさせてやるのだ。このわしが教えてやろう、愚か者どもに逃げ場なんかないということを。豚どもの居場所はこのわしのもとにしかないということを、このラグナロクを使ってな。それがお前の理想か？理想だと？ザレオートだ。絶望せよ。やりおるな、粛清だ。ぬるいわ、よみがえれ我がしもべよ。落下が止まらない。ゼロ、もう限界高度だわ。これ以上落下スピードが上がったら、ゼロを地上に転送できなくなってしまう。お願い、戻ってきて。まだだ、まだ終わらんよ。死ねん、この程度では死ねんのだ、バイル。バイルごとコアを破壊さえすれば、ラグナロクは崩壊する。バラバラになれば、大気圏との摩擦で全て燃え尽きるはずだ。そんなこと言ったら、あなたはグハハハ。できるかね、貴様にそんな真似が。レプリロイドたちの英雄である貴様が、人間を守る正義の味方が、地上の人間を守るためにこのわしを、守るべき人間であるこのわしを倒そうというのか。うわ
どうだ、この痛みは貴様にわかるか。俺は正義の味方でもなければ、自分を英雄と名乗った覚えもない。俺はただ自分が信じる者のために戦ってきた。俺は悩まない。目の前に敵が現れたなら叩き切るまでだ。でも